おはようございます。4月27日でございます。朝5時の相場解説なんですけども、まあ一言ね、まあダメだこりゃっていうね何が言いたいかっていうと、月曜日火曜日調整しながら相場見てきたんですけども、水曜日に来て全ての私の仮説は壊れまして、今回ね、今週ね、月火水まで至ってエントリーポイント見つけられなかったんですよ。ロスカットを食らいながらもちょっともう理解不能と言いますかね、私のテクニカルでカバーできる範囲を超えてますんで、まあ、今週はこれで終わりですね、もうどうやらね。あとは冷静に、まあ週末まで水木金土と見ながら、チャンスはあっても食いつかずに、まあ、冷静にね自分の相場感を揺り戻したいと思いますね。まあどういうことなのかっていうと、仮説の全てがちょっとスカってるわけなんですよ。こちらをどうぞ。まずね、昨日の14時35分なんですけども、あ、これは横ばいレンジに入ったなと思ったんですよ。そこそこそのレンジ幅がありますんで、あの、なんですかね、こういう風にね、だから往復ビンタが可能なレンジではないかなと思ったんですよ。つまり往復ビンタってのは、この辺りに来たらバイ、この辺りに来たらセルで、両方取っていけるね。うん。天井に来ても下に曲がって取っていけるし、下に来ても上に行って取っていけるしって感じで、あとはブレイクアウトを警戒しながら、しかも、バイの方のブレイクアウトね。セルにはブレイクアウトが起きないだろうなと思いながら、高をくくって昨日の午後、こういう風に考えました。でもその後ね、例えばさっきなんですけども、1時間軸こういう風になってるんですよ。つまりは、ここから、チャンネルラインをこういう風に下がっていって、私が一番考えていなかった下に抜けてるんですよね。しかもこの下の抜けが上に戻ってくる、まあ可能性もふんだんにあるわけですよ。全ての時間軸見てると。ということで、ちょっとこれどうなってんだと思いましてね。エントリーポイント、それからフォーメーションをもう一旦ね、リセットして、まっさらな気持ちで相場を見ていこうかなと思っております。はい、だからあんまりいい話ができません、今日は。で、改めて一日足に戻っていきますと、こういう風な流れが見て取れるでしょ。で、ここでどうなるかっていうのが急にわかんなくなったんですよ。横ばいからブレイクで上昇していくっていうのが、まあ一つの見方だったんですけども、今のところ下の方に動いちゃってますからね。まあただ、この大きなバイの流れっていうのは変わんないんで、中期的に見ると、バイの方でいいんでしょうけども、まあ私の主戦場がね、1時間ですからね。毎日1時間軸で利益を上げていくためのテクニカルやってるのに、ちょっとそれが今回通用しないんで、お休みに入ろうかなってことですよね。とりあえず今日水曜日は特に大したことが言えません。あの、月火で組み上げてきた仮説ってのが全て壊れましたということでございます。まあ私がテクニカルね、その、ゾーンとか、逆田誤報とか、フォーメーション分析と、あとエリオットハードのこの4つで勝負してますから、この4つの守備範囲外のものが来た時には、私のデータの中にこの形はないんですよね。ですんで、安心して休むことができるって、逆に言うとね。そういうことでございます。闇雲に勝負する必要はないってことになります。まあ、ということでね、こういうふうに、あ、自分には無理な相場が来たなっていうふうな判断が早めにできたなというふうに捉えることもできるんですよ。で、テクニカルをあやふにしてると、この中でも無理やりね、テクニカルの後付け理論をくっつけて、無理にエントリーポイントが見つかっちゃうんで、ポジポジ病ってことになるんですよ。ね。ポジポジ病の原因は、自分のデータの中に、今現実に起きているチャートの動きが全然ないのに、無理やりテクニカルを即席で当てはめちゃうってことなんですよ。この即席当てはめは危険ですからね。あくまでも自分の暗記していたこととか、記憶していたものとか、練習してきたパターン、引いてきた補助線、その中に合致してるものがあったら行くんですよ。それでも4対6なんですから。ね。まあ実際は7対3ぐらいかもしれませんけども、4対6なわけですから。だから今回は、4対6でもなくって、全くわからないのが来たということで、積極的にお休みということになります。はい。ということで、4月27日はもうね、私はチャートを見ません。明日は朝見ますけども、まあ今週はね、本当に一日一回朝ちょろっと見るだけで傍観者を決め込もうかなと思います。そのぐらい自分の頭をチャートからリリースしてね、離してね、そう、リセットに時間を使って、で、まあ山道のね、綺麗な新緑でも見た方がいいかなと思います。青い顔の流れや、うん、それから
透き通った空ですか、こういうのを見てちょっと頭をねクリアにしましょう。チャートパソコンの画面ばっかり見ていてはやっぱダメですからね。はい、じゃあ以上です。今日はそんなところでございます。